ウエストとバタ店、株式会社ウエストは、福岡県福岡市博多区に本社を置く飲食店。1966年に、福岡県福間町の1号店を皮切りに、うどんやカレー、焼肉、和食、中華料理、ラーメン、ファミリーレストランに加え、その盾なんとも含めた、様々な種類の料理の専門店を、複合的に集めたウエスト味の町として展開していたが、 近年は、うどん店と焼肉店がメインで、その他は一部の数店舗でのみ営業している。また、うどん店は24時間年中無休の店が多く、その1号店はかつて、ウエスト味の町であった佐賀県の木山店である。1983年には、同社の海外店舗として、初めては食レストラン、イーストをニューヨークに開店。その後、寿司ジャパニーズファーストフード、照り焼きボーイ、 カラオケ、ジャパスなどニューヨークを中心に、ロサンゼルス、シカゴ、ラスベガスのアメリカ国内だけでなく、ジャマイカにも店舗展開している。毎週水曜日と金曜日は各店でお得なメニュー、土曜日は各店舗ではお得な、均一価格メニューを用意し、焼肉店では毎週金曜日にウエストの日として食べ放題プランを設けている。また、海外の店舗を含めた全店舗で使える。 ウエストカードを発行し、入会金3240円を支払うと3300円分の、食事券と入会当日を含む1年間、食事代金から10%引きの特典が受けられる。九州地方で流れている同社の CM では、同じく、九州出身の村田秀夫が、生まれも育ちも丸々、九州隊はれちゃならないうどん1本、うどんウエストと歌う、ウエストうどんの歌が流れる。 また、2013年からは、地元福岡出身のバンド、チーズケーキのオリジナル曲も使われていたが、2015年5月からは、同じく、九州出身のバンド、キャニコプラのオリジナル曲、ウエストゴーゴーを使用している。店名のウエストの由来は、1号店の設計者が、設計図の店名のところに、暫定的にウエストサイドと書いて提出した。それを見た創業者は、 ウエストサイドは長いからウエストにしようとなり簡単にウエストに決まったという福岡を拠点に九州地方で芸能活動を展開する福岡吉本への協賛を行っておりテレビ CM には同事務所に所属しているタレントレモンティーを起用している他にも同事務所のチラシに広告を出稿したり最大定期企画である吉本魂ウィムズでは抽選で 無料食事券を配布している。東日本大震災の復興支援活動として、震災から1ヶ月後の2011年4月11日のウエスト全店の売上金約3627万円を全額寄付している。以下の店舗はグループ店舗と位置づけられており、ウエストカードの割引対象外となる。ありがとうございます。